実際に動き出すっていうのはちょっと自分の中でびっくりしてます。みんなが集まったり、あるいはみんなが挨拶できるような街に したいな。アスカナのために、これからの子どもたちのためにできることはしていきたいなと思っています。